このキャベナ勝手に命名いたしました。キャベナの青い感じがよく出ていると思います。では溶けての繰り返しで非常に甘いキャベツになります。やっぱ一番甘いのはここの芯のこの辺ですね。でなるだけあっちに行って生ゴミを出さないように土に戻るんで、はい、やってまいりました。もう火星炉に、キャベツをムーブに来ました。先ほど取ったキャベツたちです。おはようございます。昨日どうもね。昨日どうもね。ありがとう。冬から始まったキャベツ、収穫が始まったキャベツももうほとんどない状態です。今年もたくさんの人にいい出来のキャベツを届けられました。丸いキャベツはこの畑からほぼほぼなくなってしまったんですけれども、次にこのキャベツ畑で取れる副産物があります。これ見えますかね。これが昔あったキャベツの芯のところですね。この茶色いところ、ここにキャベツがありました。でキャベツを収穫してちょうど今ぐらいですね、春めいた時にその収穫した後の脇から出てくるのがキャベナです。これですね。まあ、茹でてお浸しにしても美味しいですし、あとは天ぷらにしてもらっても美味しいです。でこのキャベナ勝手に命名いたしました。今収穫したてのキャベナがこちらになります。こういう葉っぱです。でこのキャベナなんですけれども、多分収穫して販売やら食してる農家の人ってあんまりいないんじゃないかなと、ちょっと商品開発をしてもらおうかなと。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。すいません、忙しいとこ。いえ、ありがとうございます。伊藤志保シェフです。デコル。デコル。デコポンだけ。デコポンだけ。完成です。はい、生クリームも絞って。はい。デコポンとオレンジ添え。添え。いわき市小名浜にある山菱水産株式会社、でかいです。地元でもどうにか農業と水産でこうタイアップしたですね、何かイベントというか、まあ、催し物ができないかということでご相談を受けまして、ネギトロを食べた後のイメージのスイーツを作ってくださいっていう無茶ぶりをしたんですよ。
ネギトロの余韻も残しつつのスイーツみたいな感じで。キャベナっていうのは普段流通するようなものしてないです、はい、ちょうどその脇の有効活用じゃないですけど、そうですね、ちょっと SDGs っぽいだと思います、ね、イメージの静かに進んでる。この機械があるおかげでたくさんつけて漬物を作ることができてます。ぬかみそチェック、もうちょっと。それ何を、んこれはノーチューバー。まだノーチューバー1年くらいじゃない？1年だって9月ぐらいぐらい。いやこれで交代やったらうち全然夏遊びのええとこ見てもらわんと終わる。全然撮ってないから。この後まだね、あと3ヶ月4ヶ月ぐらいはいい水ナスをどんどんね取っていきますので。ほらなんかこういうね、こういうなんかちょっとだけ腐ってるのとかがねなんかたまに出たりするので気をつけながらいかんとダメです。